高原天皇は日本の第八大天皇。日本初期での名は第二本猫彦国権天皇。血死圧白の一人で実在性については諸説ある。第二本猫源太慶天皇の御子。母は皇后で敷屋型主王女の娘の細美目命。同母兄弟はいないが、異母兄弟に山戸ととひももそひ命、彦伊いせさりの彦命、若竹彦命らがいる。 19歳で皇太子となる。先定が崩御した、翌年の1月に即位。即位4年、京の堺元宮に統う移す。建国の地である柏原にほど近い。即位7年、保積神の祖の移、つ、色臼命の妹の移、つ、色謎命を皇后として大びこ命、地二本猫びこを大日にちそんなを得た。またいか色謎命、羽に休み目を火にしている。 一回色謎命との間には、カツラギの死、ソガシの外なる彦、大野死の武神命を得た。羽ニヤスビとの間には、オマジ天皇の代に反乱を起こすことになる、ブハニヤ彦命を得た。即位57年、宝御。寒風死亡である、光源天皇は、8世紀後半に、王民の身船によって先進された。日本初期、古事記とも、警府の記載のみに限られ、 やの一人に数えられる。日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。高原天皇系栄源旧士比群の名称は、日本書紀では、系栄源宮、古事記では、系の堺源宮。宮の伝説地は、現在の奈良県橿原市大慶町。 三瀬町周辺と伝承される。三瀬町では、無佃神社境内が、宮跡にあたるとして参道に、京栄源宮神石文が建てられている。高原天皇県池島上寮寮の名は、剣池島上寮。宮内町により、奈良県柏原市石川町にある、遺跡名、中山塚一の三号墳に自乗されている。円風二期、前方後円墳一期からなる。 国内町上の形式は、前方公園。寮について、日本書記では前日のように、剣池島上寮、古事記では、県地の中岡登の,の所在とあるほか、演儀式書領寮では、剣池島上寮として庁域は、東西二町、南北一町、宿護後煙で、遠寮としている。しかし後世に、書伝は失われ、元禄の単領で、原寮に事情された。 また皇居では、九中三殿の一つの皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、皇元天皇の霊が祀られている。皇元天皇を含む水勢天皇から開花天皇までの八代の天皇は、日本初期、古事記に、実績の記載が極めて少ないため、決死八代と称される。これらの天皇は、地勢の長さが不自然であること、七世紀以後に一般的になる。 はずの不死感の直系相続であること、宮、寮の所在地が前期古墳の分布と一致しないこと、等から、極めて創作性が強いとされる。一方で宮号に関する原点の存在、年数のさ上げに、天皇代数の尊重が見られること、式屋型主や重子屋型主との関わりが、系府に見られること等から、すべてを虚構とすることには否定する見解もある。和風志望である、 大山と猫彦からクニクルのうち、大山と猫彦は、後世に付加された美少、クニクルは国土に綱をかけて手繰り寄せる様子を表すとみて、高原天皇の現像は、クニクルという名の国引きの神であって、これが天皇に作り替えられたと推測する説がある。ありがとうございます。